民族信仰の中心地として知られる潮来の口寄せとグロテスクな風景で有名な青森県下北半島の恐れ山。1100年の昔、天台宗比叡山延暦寺三代目の座主慈覚大師が開山したところと言われています。その後たびたびの天災戦乱にあって中絶していましたが、450年前再興されて、今は曹洞宗菩提寺という禅宗のお寺があり、東北地方の人々の信仰を集めています。ところで潮来の口寄せというのは、死者の魂を呼び戻して生き残っている肉親と話をさせる、いわゆる霊媒のこと。本堂の近くには卒塔堂があって、肉親を失った人たちがたくさんの卒塔婆を納めています。昔はこの卒塔婆で本堂の屋根を拭いたものとか。この霊場には地肌も荒々しい、その風景にふさわしく仏教で教えるあの世の地獄が136もあって、地獄巡りもここに参詣する人の大事な巡礼コース。恐ろしい無限地獄や、ギャンブルに身を滅ぼした人の落ちゆく先、賭博地獄というのもあります。地獄の中には賽の河原もあります。一つ積んでは父のため、二つ積んでは歯のため、赤鬼青鬼に責められて石を積む、いとけないわらべを持って親たちが涙を流すところです。もともと恐れ山は直径8キロもある火口を持った活火山。アイヌ語のウソリ、すなわちあの山のへこんだところという言葉がなまったものとか。100度余りの熱湯や蒸気が至るところに吹き出て、まさにこの世の地獄といった趣です。地獄ばかりでは救いのない人間の哀れを思ってか、恐れ山湖の対岸には極楽ヶ浜があります。ここで大往生の日を夢見てこの世の精進を続けるのが東北の人の昔からの信仰ではないでしょうか。